物価高対策、家計への直接支援かクーポンか、衆院予算委で応酬と、これ朝日新聞の記事なんですけども、深刻な物価高対策が18日の衆院予算委員会で論戦となった、野党は政府に対して根本的な考え方を改めるよう主張、間接的な補助制度ではなく利用者に直接支援したり金融緩和路線から転換したりすることを求めた、政府は賃上げの実現を前提に物価高を容認する構えだが、家計はそれを待つ余裕が乏しいと。野党が攻勢をかけたのはガソリン対策としている石油元売りへの補助金や1人10万円のクーポンを配布する方向で調整している出産準備金のありようだ。立憲民主党の長妻昭氏は直接家計に届く政策でないとダメだと指摘、クーポンは過去にいろんな手数料がかかり大変な状況になった、ダメだ。国民民主党の斉藤アレックス氏も補助金だと間接的な支援で効果が分かりづらいと述べたということなんですけど、確かにその批判はあるなと。そうですね、でクーポンってね、それだって絶対もう手数料かかるわけですから。そうです、で余分な金かかってるし、もうあの印刷代とか官僚のなんか天下り組織を通すのかなんか知らないけれども、あのアプリとかもね、もうすごいやりづらいし、だからねやっぱこれはね、てかいろんな議論するのになんで誰一人減税しろっていう風な政党はいないのかっていうふうに思いますよね。そうですね、減税しちゃえばダイレクトに来るわけですよ、所得税を減税しますとか消費税を下げますとか言えばいいんですけど、それはないんですよね。なんかもう最近クーポンとか補助金の話ばっかりですもんね、そうばらまきは結局仕事が多くなるわけですよ、あの民間人だって、あの今回ホテルで旅割とかやってるけど、ホテルの現場だってめちゃくちゃいろんな書類とかいろいろやらされてて、そうですね、な本当安くしろよというふうに思いますけどね、それが一番あのダイレクトに届くはずだし、減税じゃなくて増税する方法はいくらでも出てくるんですけどね、いっぱい言ってますよね、これあの宮沢、税調会長、自民党の宮沢洋一税制調査会長は、金融所得課税の見直しに関し市場の動向も勘案しながら年末に向けて与党の税制改正議論の中で検討する考えを示した、宮沢氏はコロナ禍入り直後の、株安や、直近の円安を好機として投資した人も多く格差が広がる方向の動きが間違いなくあるのではないかと指摘、金融所得の割合の多い富裕層ほど税負担が下がるいわゆる1億円の壁についてきっちり議論をしたいと語ったと、岸田首相は昨年の総裁選公約で金融所得課税の見直しを掲げたが株価下落や市場の批判を受け実現していないと、だって岸田さんだったから下がってますからね、下がってる状況で金融所得課税、その課税強化して株価上がんないでしょ、どう考えても上がんないですよ。で金所得課税をやるっていう形になったら、ますます日本からお金は逃げますよね。そうですね、もう単純な話ですよねこれは、単純ですよ、もうあの規制があるところにはお金は来ないわけで、いや本当ね、いやこの最悪ですよ。宮沢さんって、いろんなとこにこうなんかインタビュー答えたりしますけど、やっぱ増税の話しかしないんですよね。税制調査会長だから、あれなんですけど、例えばなんか防衛費を、いや今これ上げていきますと、その財源を、あの法人税の増税で賄おうみたいな、そういう案を出してきたりとか、いろいろも出てくるんですけど、やっぱ増税ばっかりなんですよね、景気を盛り上げようとかじゃなくて。宮沢と岸田一族っていうのはね、本当ろくなのいないなっていう感じが僕はしますよ。やっぱあの大きい政府なんですよね、あの大きく取って、みんなに俺たちが分配してあげるんだという考え方っていうのは本当やだね。いやあとこれ、これもひどいなっていうのが、1世帯あたり最大2000円支援を検討電気代で政府が負担軽減策っていう、これも今日の記事なんですけど、お前ら死んでしまえって言いたくなりますよね2000円配るとかバカじゃないの。だからその電気代の抑制策、今上がってるので、1世帯あたり月額最大2000円程度を支援する案の検討に入ったと、いうのが、複数の政府関係者への取材で分かったと、電力会社に資金を配ることで各家庭の料金を下げる方法が検討されていると、値下げ分は明細書の燃料費調整額の欄に反映するということなんですけど、いやそれならなんか消費税とか、そうです、あと再エネ、そう付加金とか、はい、あの辺ちょっと一時的に停止する法律作って止めるとかにしたら、これだって一回集めて、
また配るみたいな発想になる。だからその過程においてまた水漏れもするわけですから、はい、するし、まあなんかね、うん、やるときにまたその郵送なのか、うん、なんで払うのかとかね、はい、あの口座にお金が入るのかとかね、うん、登録してくださいとか。いやしかもマイナンバーをちゃんとまだできてないから、うん、あのビシッとすぐ口座に直結して支払いができないんですよ ね、 すね、日本って。まあ、その辺もだから政府仕事してないくせにこういうことはやりたがるっていうね、うん、そうなんですよ、はい、いや僕なんか本当ふざけてんなってすぐちょっとしたことなんですけど、はい、うん、この前税務署から電話かかってきて、お、はい、でなんかそのなんか各欄がちょっと これはなんか分けて総額いいんだけど、うん、なんか分けて書いてくれとか、うん、その記述の話と、うん、あとその引っ越した際に整理番号が変わるから、うん、それを変えてくれみたいな、うん、でもその整理番号なんて、うん、そんなマイナンバーとかでその統一できないんですかみたいなことじゃないですか。そうそうそう、なんかやっぱこっちにこう負担が、はい、うん、で番号ったら結構な配列なわけですから、うん、はいはい、そんなのちゃんとやれよっていうことを思いますよね、うん、思う、本当なんかしょうもない、マジで思う、うん、あのネット決済できるから、はい、ネット決済して振り込んでるのに、あの、あ、多分払ってくれてると思うんですけど、うん、どの支払いか分かんないんですよみたいな感じで電話かかってきた時もあって、めちゃくちゃ不愉快だったんです。そう、あれだからシステムが統合されてない、そうできてないんだよ、うん、それだからうわ、いやいや、何月何日の分はこうでこうでこうでって、うん、あの金額で分かるだろうって、うんうん、あの一発で、そうだって国庫には入ってるはずですから、そうそうそう、それで俺の入れた金額を見れば、はい、あの申告書と合わせれば分かるのに、はい、うん、なんこんなこともこいつらできないのかっていうね、うん、あ、いや、あんまり言うと来るからやめますけどこんにちは、税務署から来ました、ね、いやいやいや和田さんいますかって、そうそうそういやでもね、次来たらね、俺録音してやろうと思って、はい、録画しようと思ってねそう、いやいや、僕ずっとカメラ、あ、これが仕事ですかってちょっとそれ肖像権の侵害なんで、いやいやいや、それは犯罪なんですよ、だからうーにしますからちゃんとうーってやるんですかそうそうそう、だからもう本当あのずっとやってます。いや怖いですね、はい、もう全然やりますよ、はい、いやね、この物価高対策、はい、まあ、様々あるんですけど、はい、もうなんか先行きが不安でしょうがないですね、うん、この2000円の案にしても、はい、何にしてもクーポンにしても、はい、うん、だってこれ子育て支援で何ですか、10万円分のクーポンですか、うん、クーポンじゃなくて子育てする人って絶対お金使うじゃないですか。そうです、だからその現金で配ると貯蓄される可能性があるみたいな批判があるんですけど、うん、その可能性もあるんですが、うん、でも子育て世帯って買うでしょ、ずっと金かかるからね、うん、なんだかんだかかりますよお金は。まあ、もしくは親がクズでパチンコに行くとか、うん、競馬に使っちゃうとか、まあ、だからそれは、うん、まあ、さっきの宗教の話と同じで、うん、国家は介入できないんですよ、うん、その親が子供に使うか使わないかっていうとこまでは見れないわけですから、はい、ただ親に金を配るのは、うん、あのもっとすっきりとね、うん、やるなり、逆にあの保険適用にすれば、うん、いろんなものをね、あの多分無料にするとかね、うん、子供の、例えば食べ物に関しては消費税はかからなくするとか、うん、明らかに子どものもんだって分かってたらね、いやだからとか医療品とかね、もうやっぱ控除を増やすとか、うん、そう、子どもの服、うん、あのイギリスで子ども服はあの税金が安いっていう形になった時に、うん、ミニスカートが流行ったらしいんですよ、大人が子どもの服を着るっていう、うん、そういういいこともあるわけですから子供向けのなんかやるっていいんですか、子供向けの優遇措置っていうのをやらないといけないんじゃないですか、はい、まあ、なかなかこのクーポンあるから、うん、はい、あ、子供産もうってならないですから、うん、ちょっとやっぱそうそうクーポンぐらいじゃね、うん、やっぱ、いや特にやっぱ医療費ただとかさ、やっぱその学費とかですよね、うん、将来的にそのかかる、うん、まあ、小中高、まあ、大学まで含めた教育のそのなんかパッケージとして、はい、まあ、より打ち出せるなら、うん、まあ、いいのかもしれないですけど、そうですね、うん、しかも今やっぱ奨学金借りる人が多いので、うん、はい、なんかあまりこう未来に希望を持てねえなっていう人も多いんじゃないかなと、うん、そうですね、うん、まあ、安倍さんと萩生田さんが、うん、あの奨学金で返さなくていいやつを設定したりとかね、うん、あの頑張ってたんですけどね、うん、本当に、いやーマジでちょっとこのニュース見てるとちょっと暗くなって
ってくるっていうかね、日本ダメだなっていう感じになってくるのは、うん、本当なんとかしたいなって思うんだけど、政府がどうにも悪い方に悪い方に行ってしまってるなっていうことで ね、うん、そうですね、皆さん怒りをぶつけてほしいなと思いますね、本当にいろんな点でね、はい、だからやっぱ自民党に代わる何かは必要なんですよ、うん、はい、うんうん、自民党に対抗できるような、うん、そうですね、うん、はい、そういうなんかプレッシャーがないと、そうです、うん、本当になかなかしっかり岸田政権も検討から先には進まないんじゃないかなと、そうですね、まあ、しかも検討するものダメなんですよね、うん、検討してるものがそもそも間違ってるっていう、そう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 。で岸田文雄さん、和也君漢字読むのが苦手な和田君こんばんは首相ですといやあの、ね、漢字だけじゃないんですよね、あの老眼です、はい、和田君岸田政権の支持率が過去最低を更新したよと、私の国家男塾化計画が一部の平和ボケの国民には受け入れられてないんだね、悲しいよね と、水は低きに流れ、人は安きに流れる、ちゃんと振りが振ってくる、このままじゃ亡くなった安倍さんに顔向けできないよ、私はひろゆき君に相談に行ったよ、ひろゆき君は言ったよ、なんだろう青山力が足りないんじゃないそうか、私に青山議員がいるんだ、私は青山議員を抱きしめてもらうために裸足で泣きながら走ったよ、首相は有国の国士だからねという、はい、ちょっとなんかもうさまやってますね、もうあの支持率が下がって何も考えられなくなってるんじゃないですかね、そうだから今もう再浮上の目って全然なくて、うん、今こういうなんか2000円、うん、その電気代で出すかみたいなことやってますけど、うん、あとなんか10万円のクーポンだとか言ってますけど、はい、うん、正直それで支持率上がるとは思えないですよね、うんうん、そうですね、現状、はい、浮上の目が全くないのでやっぱ大胆なことをやるしかないんじゃないかなと、はい、うん、それこそなんか今まで一個だに検討してこなかった減税やるとか、はい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 、やるというか、まあそのね、うん、はい、その方向性を見せるとかいうことじゃないかなと思いますけど、うん、はい、絶対やらないですね代表取締役課長さん、この機会に久しぶりに旅行に行こうと旅行支援開始前から予約してましたがクーポン即完売で、しかも普段より高い料金となってしまいました、うん、不運ですが負けずに豪遊して日本経済に貢献し、好景気を招き入れて自分の給料を上げる風車の理論を実践するため行ってきます、あ、頑張ってください、ありがとうございます、いや旅行も行かないとね、もうみんな旅行行きましょうね、うん、あの外人に負けず、いや僕もあの来月久しぶりに帯広帰ろうかなと思って、はい、外人に負けず全然あの帰ってなかったんで、なるほど、はいはい、そしたらあのちょっと実家に電話したら、はい、ちょうどそのタイミングで宇都宮に行こうかと思ってたっていう、なんか人と入れ違いになりそうなちょうど同じ人とびっくりさせてやろうとしてたら笑うね、そうです急に来たよってサプライズみたいな感じで行こうと思ったら、お互いいないっていう、うん、はいはいまあそれはちょっと親を止めて、はい、俺が行くからと、俺が行くからと、はい、なるほど、わかりました、はい、はい、ということでね、はいはい、まあ、あの入国規制の緩和なんかも、はい、まあ、この1週間ちょっとであったわけですけども、そうですね、いや僕もあの、うん、今出張でこの生放送やってるんですよ、はいはいはい、まあ、今宇都宮に住んでますから、うん、はい、あのこっちまで来て、うん、配信やって、はい、でその泊まって翌日帰るみたいな、うん、スタイルでやってるんですけど、はい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 、最近だから入国その緩和と、うん、あとそのなんか政府のキャンペーンやってるじゃないですか、旅割ですね、はい、はい、GoTo みたいなやつ、ね、だからやっぱホテルの値段すごい上がってるんですよね、ぐいぐい来てますね、うん、だから今までよりもう数千円、はい、うん、あの毎週毎週上がってるので、うん、まあ、これはちょっと負担上がってきたなと、なるほど、うん、いうのはあるんですけれども、はい、うん、まあ、これやっぱしっかり循環として回していく必要がありますよね、そうですね、うん、いや、まあ、今までがちょっと安すぎたとかあるんで、はい、うん、今がまあ普通の状態になるんじゃないかなと、まあ、そうですね、外国人はもうこれから減らないですよ、うん、ずっと来ますよ、うん、もう、はい、そうなんですよ、うん、いやだからまあ負担は増えるんだけれども、うん、まあこうね、あのしっかり、はい、コロナの間つらかったホテル旅行業界の方々も、はい、ちょっとこう利益を上げていただいて、はい、 そうですね、そして、はい、まあ賃金も上がっていくような方向に行けばいいなとは、うん、そうですね、はい、思ってますけど、はい、それやっぱあの時間かかりますもんね、賃金上がるのって、まあそうですね、ちょっと後からにどうせなりますからね、うん、そうですね、はい、ついていくのは、そう、今あの、うん、どうせ経費でしょってコメントがあるんですけど、うん、経費にしたってお金は払ってますからね、あ、そうそうそう、なんかその経費万能説みたいなケースがあるんですけど、はい、その経費ってね、はい、結局払うので、そうですね、嫌、うん、ですよね、うん、あの経費払わなきゃいけない中で、うん、1万円経費として払うのか、はい、3万円払うのか5万円払うのかって言ったらやっぱ当然1万円がいいですもんね、そうですね、そうですね、そういうもんですからね、そうだって、はい、それでまた別のところで何かね、はい、使った方が絶対いいわけですから、なるべく安い方がいいんだけれども、うん、まあしょうがないのかなということですね、はい。